意味ねえんだよ。一番やりやすい素直なやつだな。もうちょっと多いバラエティナイスバディ。オープニングトークでね、何を話すか毎回一応考えるんですよ。あとそのまあ六本木なもんで。今日は、はい、山口龍之介さんと曽和晴美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で二人は公演なわけでしょ。はい、そうよ。ちょっとアトミックモンキーこうしとけばいいよってこと教えてあげてよちょっと。じゃあちょっと飛び切りなつです。飛び切りでしょうね。長澤さんに切り。いられないとダメダメ第5話、はい、野球部のエースという作品ですね、はいはい、座敷わらしと赤鬼。なるほど。家に住み着いてね、幸運をもたらしてくれる。なるほど。いい子供の妖怪ですね、はいはいはい、で赤鬼が人に危害を与え食べてしまう妖怪。だからこの毎回この妖怪の設定ですよね漫画には関係ないんですよ。関係ないです。ほぼ何にも関係ないんですよ。この設定が生きてない。いきます。お願いします。赤鬼です。赤鬼。二組目の赤鬼です。一組目の座敷わらし。二組目の座敷わらし。じゃあ一組目のボクテミちゃんからいきましょうか。はい、お願いします。やりましょう。今日一番ひどい言葉はね、レオナさんってよく同じ引き出し開けますよねって言われて僕を野球部のエースにしてください。いや誰だよ、そもそもうちの部員じゃないだろ。一年の座敷わらしです。野球の経験はありませんが、持ち前の幸運でチームを勝利に導いてみせます。だからお願いいたします、僕をエースにしてください。運で勝てるほど野球は甘くねえんだよ。他の学校だって勝つために苦しい練習してきてんだ。勝つなら自分たちの実力で勝つ、そうじゃないと意味ねえんだよ。お言葉ですが部長。なんだ。どんな手段でも勝てればいいんですよ。顔に似合わず腹黒いやつだな。第一、野球もやったことないやつをなんでエースにしなきゃならないんだよ。まずはボール拾いからやって地道にやれよ。それはできません。エースじゃなきゃダメなんです。なんか事情があるみたいだな、話してみろ。エースになって学校中の女子からモテたいんです。素直なやつだな。黄色い声援とか浴びて、かと思えば女の先生にも好かれちゃって、テストの点が悪かったら呼び出されて個人授業なんかしてくれちゃって、かと思えば幼なじみから甲子園に連れてってとか言われちゃって、かと思えば女マネージャーが渡してきたタオルが僕のだけハートの刺繍入りで、それまで意識してなかったのに急に女として見ちゃったりして、かと思えば、かと思えばやめえ、妄想が鬱陶しいわ。お願いします、僕をモテ鬼にしてください。エースじゃないんかい。その年の妖怪甲子園で赤鬼たちは運だけで優勝してしまうのだった。お疲れ様です。お疲れ様です。みーちゃん気持ちよさそうだった。楽しそうにやったね。俺はこれがやりたいんだ。いいよね、それがすごくいいですね。一番やりやすい。見たことある引き出しとか。そうですね、見たことあるやつ1個上ぐらいとかある。靴下とか入ってた。ちっちゃいと半分だ。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 開けてるなと思って。開けてるってこと。開けてみた。じゃあちょっと2組目やってみましょうか。じゃあお願いします。よろしくお願いします。2組目は難しいですね。そうしちゃうね。そうですね。逆ですよね。僕を野球部のエースにしてください。いや誰だよ、そもそもうちの部員じゃないだろう。一年の座敷わらしです。野球の経験はありませんが、持ち前の幸運でチームを勝利に導いてみせます。だからお願いいたします、僕をエースにしてください。運で勝てるほど野球は甘くねえんだよ。他の学校だって勝つために苦しい練習してきたんだ。勝つなら自分たちの実力で勝つ、そうじゃないと意味ねえんだよ。お言葉ですが部長。なんだ。どんな手段でも勝てればいいんですよ。顔に似合わず腹黒いやつだな。第一、野球もやったことないやつをなんでエースにしなきゃならないんだよ。まずはボール拾いからやって地道にやれよ。それはできません。エースじゃなきゃダメなんです。なんか事情があるみたいだな、話してみろ。
エースになって学校中の女子からモテたいんです。素直なやつだな。黄色い声援とか浴びてかと思えば女の先生にも好かれちゃって、テストの点が悪かったら呼び出されて個人授業なんかしてくれちゃって、かと思えば幼馴染から甲子園に連れてってとか言われちゃって、かと思えば女マネージャーが渡してきたタオルが僕のだけハートの刺繍入りで、それまで意識してなかったのに急に女として見ちゃったりして、かと思えば、かと思えばやめ、もうすぐ鬱陶しいわ。お願いします、俺をモテオにしてください。エースじゃないんかい。その年の妖怪甲子園で赤鬼たちは運だけで優勝してしまうのだ。いいですね、おばちゃんの男の子役はいいですね。ありがとうございます。聖人はその俺に引き出し引き出し言った手前、あんまり引き出し開けていろんなレンジ使うとまた俺にいじられるから俺今日は芝居だけでいきますよ。自分のまっすぐなレンジで勝負してきました感が非常に鼻につく。エオラさんに引き出し引き出し言って、しかも後輩もう引き出しとか開けずに自分の一番で大きいとか、よく喋るよく喋るよく喋る、半端くらい、いやいや違う違う、どの真ん中すげえ、そういうことを一番しない先輩なんだ。なんか特技で中国語と英語を喋れる。そうなんです、中3までずっと中国に行って。じゃあさ、聖女にさ中国語でお前芝居で見せようとしたなって。让我瞅你的演技了是吗？那个我看那个，你让我再问一下。你让我瞅你的演技了是吗？レイちゃんの時どうでしたか？レノンさんと初めてだったので。そうね。なんか嬉しかった、ちょっと。やっぱ初めての人とこう掛け合うのっていうのは、こう役者楽しいですよね。新鮮ですね。はい。チャンソーはいかがでした？チャンソー。チャンソーはそうですね。実を言うと。はいはい。まあそりゃそうだよ。言わなくてもなんとなく。でも楽しくやったんで。せっかくなんで、ちくわしやってみたかったんで、一回僕が後にやるんで、二人でやりましょうか。ありがとうございます。一回やらせてください。いいですか？よろしくお願いします。お願いします。入江さんの赤鬼見せてもらいましょう。そもそもうちの部員じゃないだろう。1年の座敷わらしです。野球の経験はありませんが、持ち前の幸運でチームを勝利に導いてみせます。だからお願いいたします、僕はエースにしてください。運で勝てるほど野球は甘くねえんだよ。他の学校だって勝つために苦しい練習してきてんだ。勝つなら自分たちの実力で勝つ。そうじゃないと意味ねえんだよ。お言葉ですが部長。なんだ。どんな手段でも勝てばいいんですよ。顔に似合わず腹黒いやつだな。第一、野球もやったことないやつをなんでエースにしなきゃならないんだよ。まずはボール拾いからやって地道にやれよ。それはできません。エースじゃなきゃダメなんです。なんか事情があるみたいだな。話してみろ。エースになって学校中の女子からモテたいんです。素直なやつだな。広い声援とか浴びてかと思えば女の先生にも好かれちゃって、テストの点が悪かったら呼び出されて個人授業なんかしてくれちゃって、かと思えば幼なじみから甲子園に連れてってとか言われちゃって、かと思えば女マネージャーが渡してきたタオルが僕だけハートの刺繍入りで、それまで意識してなかったのに急に女として見ちゃったりして、かと思えば、かと思えばやめ、妄想が鬱陶しいわ。お願いします、僕をモテオにしてください。エースじゃないかい。その年の妖怪甲子園で赤鬼たちは運だけで優勝してしまうのだった。いや、良かったですね、座敷わらし。良かったね、可愛かった。ありがとうございます。やっぱ女の子の役だね、これはね。そうですね、女の子やる役だわ。いや、ちょっと気持ちよかったです。気持ちよかったですって中国で言ってもらっていい？ハッション。ずるいな、なんか出てんじゃないかよ、それ。というわけで、ここまで本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。